こんにちは、渡辺和弘です。新年度1回目の私の町新宿も皆さんと一緒に地域の魅力を発信していきます。それではスタートです。さて、今回から思い出の場所に変わって始まる新コーナー、題して進め新宿なんでも調査員のコーナーです。このコーナーでは新宿区の名誉区民である柳瀬隆さんがデザインしてくださった新宿区のキャラクター新宿しんちゃんが広報レポーターを務め、しんちゃんから出題される新宿の気になるテーマを私なんでも調査員の渡辺が調査し報告していきます。しんちゃんよろしくね。さあしんちゃん、第1回のテーマは？僕も大好きな映画についてですね。名画座？新宿には新宿東宝ビルのような建物の中にいくつものスクリーンのある大きなシネマコンプレックス、作品選びにこだわる映画館や映画に関連したイベントを積極的に開催する映画館など、いろんな映画館があるよね。名画座はどんな映画館なんだろう。了解しました。映画の街新宿の名画座について調査します。しんちゃん情報によりますと、新宿には名画座が2館あるということで、まずはこちらにやってきました。レンガ造りに白い壁で赤い文字、銀霊ホールとありますが、どんな映画館なんでしょうね。まずは行ってまいります。銀霊ホール支配人でいらっしゃいます久保田芳美さんにお話を伺います。久保田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。映画の街新宿ということで、はい、今回調査をしていて、はい、名画座を調べているんですが、はい、名画座ってどういう映画館のことをそもそも言うんですか。名画座ってもともとは、すごく古い旧作をよりすぐってまた再上映するっていうシステムのところが多かったんですけれども、銀霊ホールの場合は、純新作の比較的新しいものですね。ロードショー終わってまだ間もないものを2本組み合わせて上映するスタイルになってます。こちらはどれぐらい、何年ぐらいやってらっしゃるんですか。今の名画座銀霊ホールというスタイルになったのは1974年で、今年45周年なんですけれども、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もともとこの場所は昭和20年代の後半から銀霊座っていう映画館があった場所で、でそれからいろいろ名前とか経営者は変わりながら、今までずっとこの地ではずっと映画を上映し続けているんですね。久保田さんご自身はこちらで支配人をされてどれぐらいでいらっしゃるんですか。はい、私は2012年からですので、今8年目ですね。8年目、はい、お仕事なさっていて、一番気を使うところってどんなところですか。もちろんやっぱり映画館なので、どの映画を上映するか、いつどのタイミングで、うちは先ほど言った2本立てなので、はい、どの組み合わせでやるかっていうことがもうやっぱり最優先事項ですね。こちらにお越しのお客様、はい、どういった方が多いですか。うちは銀霊シネマクラブという会員制を導入しておりまして、1年間見放題という会員制なんですけれども、はい、ですからそのシネマクラブの会員さんがやっぱり多いですね。今の当館の館主になりました時に、やっぱり当時これからは女性が映画館に来られるような名画座じゃないとダメだということで、座席もきれいにしたり、プログラムも女性目線の、プログラムに変えていくようになってから、今現在もやっぱり女性のお客様の比率の方が高くなっています。入り口入ってくるときに看板が手書きであります。そうですね、今もなかなか見られないと思うんですけれども、うちは作品が決まると職人さんがいらっしゃいまして、その方にお願いして毎回毎回手書きで書いていただいてるんです。昔のフィルムを使った作品もこちらでは上映することはできるんですね。はい、ただやっぱり昼間上映する作品は新しい映画はほとんどもうデジタルになってしまっていますので、うちの場合はフィルムはオールナイト上映をやりましたり、はい、毎年秋に神楽坂映画祭っていうちょっとイベント上映をやってるんですけれども、はい、そういう時に主に活躍してます。は
はい、そうなんですね。で、よくあるのはちょっと高い2階ぐらいの位置から上映するようになってると思うんですが、ここは映写室がもうすぐ横にあるんですか？はい、そうなんです、まあ、場所的な問題だったとは思うんですけれども、もうロビーに映写室がありまして、そこからもうスタッフも出入りして上映をしているんですね。はい、はい、久保田さんは先ほどお仕事なさっていて気を使ってらっしゃる点伺いましたけども、よかったなと思うこと。よかったなって思うのはやっぱりお客様が帰りがけに今回の映画すごく良かったねとか、そういう言葉をいただくとは、この映画決めて良かったなって思うのが一番大きいですかね。今回は映画の街新宿ということで調査を進めています。新宿には映画好きが集まって映画について語り合う場があるということでやってきたのがこちら、新宿ゴールデン街です。こちらのお店は映画好きの方が集まるお店だっていうふうに伺ってきたんですけど、やっぱり映画見た後に喋る、喋りたい、つまんなかったか面白かったか、自分は難しかったとか、それを確認するためにまあここに来るっていうのはあると思いますね。実際に映画を見た後にここに寄って その見た映画の話をしたいって方が多い。そうですね。だから基本的に今の映画です。そうですか。もちろんその映画がどういう影響があってどうなったかっていうので昔の映画を語るっていうのがあるんで、つまりあまり評価は決まってない今の映画、それを語るのが一番面白いんじゃないですか、ね。なるほどね。マスターもお客様と一緒に今の映画について話をする、そういうお店なんですね。そうですね。新宿は映画の街って昔から言われていますけども、それは間違いないです、ね。そうですか。どういうところでそう思われますか？多分ね、映画館数も多いっていうのも当たり前だし、いろんな映画をいろんなところで同時に見れるっていう、例えば新宿区だけで日本の興行の何パーセントか占めてるはずなんですね、だからそういう数字的な意味でもやはり映画の街ですね。映画のいいところどういうところですか？人間のっていいのがいいかな、人間の現在未来過去あるいは哲学美術、いろいろなものが詰まったエンターテインメントで、ただこれに変わるものは僕はないと思いますね。映画館に限らず新宿の街には映画を愛する人がたくさんいらっしゃるんですね。周りの建物とはちょっと雰囲気の違った美術館や博物館を思わせるこちらの建物、ここが区内のもう一つの名画座、高田馬場の早稲田松竹です。ちょっと行ってみたいと思います。こちらの早稲田松竹で上映する映画の選定作業などを行っているというスタッフの直井さんです。直井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめにこちらの劇場の早稲田松竹について教えていただきたいんですが、歴史ってどのぐらいなんでしょう？はい、早稲田松竹は1951年に松竹系の風切り館として開館したんですけれども、1975年からはロードショーの上映が終了した作品や過去の名作を上映する名画座として営業しています。平成14年4月早稲田松竹は一度休館しましたが、早稲田大学の学生による署名活動などもあり12月に再オープンしたという歴史があります。直井さんご自身はこちらでどれぐらいお仕事なさってるんですか？私は2010年頃から。2010年、じゃあもうすぐ10年ぐらいということですね。直井さんのお仕事、どんなことをなさってるんですか？私は、上映する作品を選定しているんですけれども、あとは映写とかも回したり、映写機を回したりもしてます。特にその上映する作品を選ぶ作業っていうのって、責任あるお仕事だと思うんですけども、どういうふうに選んでらっしゃるんですか？2本立てなので、組み合わせにはかなりこだわりがあって。早稲田松竹 の、 カラーを意識して選んでいるので、ちょっとマニアックだったりとか、あとはこれとこれなのみたい な、 なんかもう意外な組み合わ せ、 意外な組み合わせ、そういうサプライズみたいなのは大事にしています。面白いですね、
ああじゃあ見た方からいやこれとこれの組み合わせすごいねってよく思いついたねっていうのは直井さんにとっては最高の褒め言葉なわけですね。そうですね、はい、してやったりしますね。なるほどね。名画座の楽しみ方といいますか、うん、いいところってどんなところだと思います？直井さんは。その2本立てなので、うん、例えば目当ての1本見に来たらついでに見たもう一本っていうのが、はい、の方が意外と面白かったみたいな、まあ、自分ではこう予想していなかった新しい発見とかがあるところが、まあ、名画座の醍醐味かなと思っています。それ2本立てならではかもしれないですね。そう思います、ねえ、はい、これからこういうことをやってみたい、こういう作品を上映してみたい、なんかそんな夢ってあります？どんどん名画座っていうものがなくなってきているので、もともと一番好きな映画館だったんですね。あ、早稲田松竹。二十歳ぐらいの時ですかね、知ったのは、はい、こんなところがあるんだと思って、とても良い作品を上映していたので、私はお客さんの時にここで映画を教えてもらったんですね、はい、若い映画ファンの方がここで映画を見ることでこう勉強するというか、うん、はい、映画を教えてもらう場所になったらいいなと思っています。そういうふうに思いながらここに通ってくれるお客様一人でも増えたら嬉しいですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回は映画の街新宿をテーマに調査しました。現在数は減っているもののこだわりの作品をじっくりと鑑賞できる名画座、改めてその魅力を発見しました。皆さんも名画座で映画を鑑賞してみてはいかがですか。以上、調査報告終了。続いては私の街のマイスターのコーナーです。新宿区では優れたものづくりの技術や技能を持つ名匠の方を新宿ものづくりマイスターとして認定しています。このコーナーでは新宿区認定の新宿ものづくりマイスター、技の名匠の方々をご紹介していきます。マイスターを訪ねて神楽坂にやってきました。今回ご紹介しますのは罠まがしのマイスター相田茂さんです。相田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。お願いします。相田さん、こちらのお店がどれぐらいやってらっしゃるんですか？はいはい、そうですね、ざっともう70年ちょっとやっておりますけども、はい、先代が昭和21年にこちらに、で創業しまして、私が2代目として引き継いでおります。先代はお父様でいらっしゃるんですね。そうです、そうなんです、はい。和菓子屋さんってやっぱり器用な方じゃないと務まらないんでしょうかね。いやいや、そんなことないですね。そんなことないですか？うん、やっぱりまあ、その辺のこう技術的なことはもう年数でこうどんどん上手くなりますし、まあ、大事なのはやっぱりその和菓子が好きだっていうことと、はい、それからやっぱりなんて言いますか、うん、味のセンスっていうか、そういったところがむしろ大事なのかなというふうに思います。相田さんご自身は和菓子お好きですか？はいはい、そうですね、好きです。どういうものが特に？まあ、私がこう作ってるこちらのこの甘納豆とかも大好きですし、はい、甘納豆、はい、人気ナンバーワンなんですね。そうなんです、うちの看板商品なんですけども、はい、これはまあ父がそれこそ丸1年かけて作り上げたまあ、看板商品なんですけども、製造に4日間かかるんですね。4日間？4日間なんですよ、はい、和菓子作る上で、はい、相田さんが一番大事にしてることってどんなことですか？まず使用する原材料を徹底して吟味するということですね。まあ、これは先代の教えなんですけれども、はい、徹底したその原材料の吟味なくして美味しい和菓子作りはできないということを私、もう根本と教えられておりまして、それを未だにきちっと守って和菓子作りしております。できればちょっと試食をさせていただきたいなと思うんですが、おすすめやっぱり一番は甘納豆ですかね。そうですね、はい、どうぞ。すみません、失礼します。おー、なんか宝石開けたような、
ツヤツヤした、はい、ね、はい、輝いてます。いただきます。はい、どうぞ。皮がないような感じ。そうです、そうです。うん。今召し上がってるこの小豆は茜大納言というと北海道の銘柄なんですけども、はい、これはやっぱり使う小豆によって全然やっぱ風味が違ってくるわけなんです。あ、そうなんですね、はい、じゃあ甘納豆で使うものはもう決めてらっしゃる。そうなんです。うん、はい、続いてのこちらなんですが、はい、これは和菓子ですか。見た感じパイですよね。そうなんです。私昔からやはりそのパイ生地とあんこの相性というのはすごくいいものだと思っておりまして。確かに。いや、じゃあ相田さんが考えた。まあそうです、あのそういうことなんですね。神楽坂まんじゅうなんです。そうなんです。あらいただきます。うん、おー、バターの風味が。そうなんです。あんことまたよく合いますね。そうなんですね、はい。あんとの相性がすごくあのパイ生地はいいと思ってますんで、はい、ちょっと和菓子の概念が変わったような気がしますね。和菓子を作りになっていて、はい、大変なこといろいろあると思いますけども、はい、そうですね、まあ、あの毎日あのお客様に喜んでいただくためにあの日々、製法などは研究しているんですけども、私もお店に出ますので、接客もなさってるんですね。そうなんです、そうするときにですね、あのうちのお菓子を食べたお客様にですね、あの美味しいとか、あと心が和むといった言葉をいただいたときには本当に嬉しく思います。直接お客様の声聞けるわけなんですね。そうなんですね。それもやっぱりすごく大事なことだと思ってますんで、はい、今日和菓子作りをちょっと体験させていただいてもよろしいでしょうか。もちろんです。よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はいはい、豆大福ですね。そうです、はい、こうやってまずこのなるべくこの乗せていただいて、それでこの左手をどんどんこう回していただくんです、はい、もうこういう形になったらこれをただ身に閉じていただくと、それで下に手粉をつけて、それで出来上がりです。あっという間にできちゃった。で私今横に一緒にやりますんで真似してみてください、はい、でこう乗せますわね。はい、乗せました、はい、そしたら、はい、どんどんこうやってこう上にちょっと押さえながらですね、はい、回していくわけです。この左手をこうやって閉じない。閉じないですか。こういう形になりますよね。そしたら、はい、今度右手でこれを閉じていただくと。お、あ、閉じないぞ。どうですか。あれ閉じないね。閉じないもんですね。でも、あ、いいかなこれで。さあ相田さん、私作りましたこの豆大福100点満点で何点ぐらいでしょう。まあそうですね、40点って感じですね。40点もいただいて大丈夫ですか。まあ初めてなんで、まあまあ、ということで和生菓子のマイスター相田さんご紹介いたしました。どうもありがとうございました。最後に知って得する区政情報です。新宿応援セールは毎年行っている区内商店会などのおよそ3000店舗で500円または100円の金券が当たるスピードくじキャンペーンです。500円の利用ごとに1枚くじを配布します。金券の500円は2万本、100円は20万本用意しています。くじの配布は6月20日まで、金券のご利用は30日までです。この機会に商店街でお買い物を楽しんでみませんか。続いては新宿フィールドミュージアムです。新宿フィールドミュージアムでは7月1日から11月30日までの間、区内各地で開催される音楽、アート、伝統芸能、歴史などさまざまな文化芸術関連イベントをまとめてハンディガイドやウェブなどで紹介するほか、オリジナルイベントを実施します。スタート前日の6月30日には新宿高島屋でオープニングイベントを開催します。さまざまな音楽パフォーマンスやうちわに妖怪の顔を描いてお面を作るワークショップなど、子どもから大人まで楽しめるイベントです。また10月5日には新宿文化センターで区内のライブハウスと連携した都市型音楽フェス新音祭を開催します。ぜひおいでください。
今回の私の街新宿いかがでしたか。次回の私の街新宿はあなたの街に伺います。お楽しみに。